ショーン・テイラーはフロリダ州マイアミ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはフリーセーフティー。NFL のワシントン・レッドスキンズに所属していたが2007年11月26日にパルメットベイの自宅で強盗に銃撃され、翌日に搬送先の病院で死亡した。1983年にマイアミで生まれ、その後マイアミ近郊で育った。 高校時代はオフェンスではランニングバック、ディフェンスではディフェンスバックやラインバッカーとしてプレーした。2000年には彼は1400ヤードを走り、週の記録となる44タッチダウンを上げ、ディフェンスでも100タックルの活躍を見せて、彼の高校はリーグ戦で14勝1敗の成績を残した。また、週の優勝決定戦では3タッチダウンを上げた。マイアミ大学に リクルートされて入学した。彼は1年目には1年生ながら起用されたわずか4人のうちの1人となり、ニッケルディフェンスやダイムディフェンスを行う、イのディフェンスバックとして起用された。ピッツバーグ大学との試合の活躍では、ビッグイーストカンファレンスの週間、最優秀新人選手に選ばれた。その後大学は1983年以来となる5度目の全米チャンピオンとなった。 2002年になると彼は先発出場するようになり、チームで3番目に多い85タックル、4インターセプトなどの成績を残しカンファレンスのヘッドコーチたちの選出によるセカンドチームにも選ばれた。またこの年、パントリターンでタッチダウンも上げている。そして試合には、敗れたもののオハイオ州立大学とのフィエスタボールで、キャリアハイとなる11タックルにインターセプトを上げた。 2003年には全米最多となる10インターセプトを挙げて、マイアミ大学出身のベニー・ブレイズの記録と並び、オールアメリカンのファーストチームに選ばれるとともに、カンファレンスの最優秀ディフェンス選手に選ばれ、カレッジフットボールの最優秀、F ディフェンスバックに与えられるジムソープ賞のファイナリストにもなった。この年のピッツバーグ大学との試合ではに、インターセプトを挙げて、 オールアメリカに選ばれた相手 WR のラリー・フィッツ・ジェラルドをわずか2回のパスキャッチ、13ヤード獲得に抑えた。またボストン・カレッジとの試合では67ヤードのインターセプトリターンタッチダウン、フロリダ州立大学との試合では50ヤードのインターセプトリターンタッチダウン、ラトガーズ大学との試合では44ヤードのインターセプトリターンタッチダウンを上げて、大学のシーズンにおける、 インターセプトリターンタッチダウン記録を塗り替えた。2003年シーズン終了後、彼は大学3年生であったが NFL ドラフトにエントリーすることを発表した。2004年4月の NFL ドラフトでドラフト1巡目全体5位でワシントン・レトスキンズに指名されて入団した。この年のドラフト1巡目では彼の他にケレン・ウィンズロー、ジョナサン・ビルマ、DJ ・ウィリアムズ、 バーノン・キャリー、ビンス・ウィル・フォークと6人の選手がマイアミ大学から指名された。ドラフト終了後彼はレッドスキンズと7年1800万ドルで契約した。この年、NFL のルーキー向けのシンポジウムを欠席して2万5000ドルの罰金を払った。シーズンが始まると3試合目からは先発のフリーセーフティとなり、チーム2番目の4インターセプトを挙げるとともに89。 タックルにファンブルフォース1サックの数字を残した。同年10月27日にはロッドガードナーの誕生日パーティーに出席した帰りの週間高速道路495号線で制限速度が時速55マイルのところ時速82マイルのスピードを出して飲酒運転で逮捕グリーンウェイパッカーズ線を欠場した。2005年に 彼の背番号は36から親友であり、ミネソタ・バイキングスに移籍したフレッド・スムートがつけていた21に変更になった。2005年、彼は70タックル、2サック、2インターセプト、2ファンブルフォース、1ファンブルリターンタッチダウンを上げる活躍を見せ、この頃から彼のハードヒットは NFL の中でも知られるようになった。 この年のフィラデルフィア・イーグルスとのホームゲームでは、チームメイトのクリントン・ポーティスと共にドレスコードに違反して5000ドルの罰金を受けた。またレートヒットが少なくとも7回あった。2006年1月7日のタンパベイ・バッカニアーズとのプレイオフでは、ファンブルリカバータッチダウンを挙げたが、マイケル・ピットマンの顔に唾を吐き退場処分及び17000ドルの罰金を受けている。 この年2度にわたる軽犯罪により18ヶ月の保護観察を受けることとなった。2006年シーズンにはチームトップで自己ベストの114タックル、1インターセプト、3ファンブルフォースの数字を残した。タックルミスも目立ったが、ブライアン・ドーキンスが辞退した代わりに初めてプロボールに選出された。同年の11月5日のダラスカウボーイズ戦では、 マイク・バンダージャットのフィールドゴールをブロックした。第12週のカロライナ・パンサーズ戦では、第4級にジェイク・デロームのパスをインターセープとして、NFC の週間最優秀守備選手に選ばれた。また、同地区のライバル、ダラス・カウボーイズ戦では、第4級終盤に FG をブロックし、リカバー、ここでカウボーイズが、 フェースマスクの反則を犯し、ニックのバックの47ヤード決勝 FG につながった。2007年11月27日に亡くなった時点で、第11週、第12週を膝の負傷で欠場していたにもかかわらず9試合の出場で NFC トップタイの5インターセプト、42タックル、1ファンブルフォースの数字を上げていた。殺害される直前の2週間彼は、 サイドラインに降り試合が終わると自宅のあるマイアミに戻り子供と過ごしていた。12月18日すでに亡くなっていたもののプロボール出場に必要な得票を得た。NFL 史上亡くなった選手がプロボールに選出されるのは初めてのことであった。2007年11月26日就寝中自宅への侵入者に気づいた彼は 頭部標準時1時46分にパルメットベイにある自宅で高盗に足の上部を銃撃されて大体動脈から出血した。アンディ・ガルシアの命で彼のガールフレンドであるジャッキー・ガルシアは9から1から1に電話をした。テイラーはマイアミのジャクソンメモリアル病院に運び込まれ手術を受けたが出血多量で昏睡状態となり翌27日3時30分に亡くなった。 死の8日前の11月18日にも彼の留守中に強盗が入っていたことが明らかになった。11月30日に17歳から20歳の4人の男が逮捕された。12月1日に4人は第2級殺人、強盗、住居侵入などで起訴された。2008年5月13日に5人目の容疑者である16歳の男が逮捕され、翌14日に起訴された。 12月3日に、フロリダ国際大学で行われた彼の葬儀には2日後に、試合を控えた、レッドスキンズのチーム一員、NFL コミッショナーのロジャーグッテル、元レッドスキンズのヘッドコーチ、ジョーギブス大学や、NFL 入りしてからのチームメイトだった、ラバー・アーリントン、クリントン・ポーティス、バック・オルテが、さらにジェシー・ジャークソンや、オージェイ・シンプソン、テイラーの出身高校の生徒たち、 マイアミ大学時代のチームメイトも参列したことが報じられた。NFL はシーズン第13週にすべての選手のヘルメットに彼の背番号21をつけてプレーするよう指示した。またすべての試合開始前に目祷を行った。フェデックスフィールドで行われた試合の最初のプレーでレッドスキンズのディフェンスは通常11人でプレーするところ10人で行った。 彼が亡くなった時点で5勝7敗だったチームは4、連勝して9勝7敗でプレーオフ出場を果たした。チームメイトのクリス・クーリー、クリス・サミウェルズ、イーサン・オルブライトはプロボールで彼の背番号21をつけてプレーした。彼らのジャージはオークションにかけられてその収益は彼の維持である娘のために作られた基金に寄付された。また2008年11月30日。 レッドスキンズからリングオブフェームが送られることとなった。2013年11月4日、事件の後半が行われ、被告人の一人に対する第二級殺人罪が確定した。彼はチームメイトによって半分人で半分獣であるといった意味でミストと呼ばれるようになった。彼は NFL のディフェンスバックの選手の中でもハードヒットで知られるようになった。 またチームメイトのラバー・アーリントンからはグリムリーパーと呼ばれた。2006年のプレシーズンに ESPN が NFL 選手361人の投票により最も汚いプレーをする選手は誰かという調査をした際3%の票を集めた。2007年シーズン始めスポーツイラストレーテッドは彼を NFL1 のハードヒッターに取り上げた。ありがとうございます。